そうなんですか、最高の奥さんじゃないですか。最高なんですよ、本当に。なんでも感謝感謝で毎日ね、使います。はい、あとで1000円ぐらいくれるかもしれない。いやけど結構おっとりした感じの奥さんで、まあ、ただ理解はしてくれてるんで。あ、そうなんだ。理解、理解っていうか、まあやることやれば何やってもいいよみたいな。あ、いいっすね。そういう感じ。出会い、じゃあ何年前に出会ったんですか。専門学校の時なんで、何年前、20年前。そういうことっすよね。20年前。学生時代って言ったら、だってそうか、だ僕、那須さんの年知らないですよ。あ、そうそう、僕もね、だって秘密、そう、ミステリーだから。ミステリーにしておきましょうか。僕あれなんですよ、なんか多分ミッチーさんは全然大丈夫だけど、はい、あの年齢によって急にこう上下関係が生まれる人を見たりして、 あれが苦手で。なるほど。あえて言わないようにして。そう、なんか前もずっと普通にタメ口で話してたのに、年聞かれたら、こう、何歳なんすよって言ったら急に敬語になられちゃう。あれがすごい苦手で。そうか、なんでちょっとミステリーにしたいな。全然、年全然気にしないから。いや、そっちがありがたいですよ。結局その出会った時の立場で決まっちゃうのかなとは思ってるんで。ああ、そうなんですか。尊敬の念を抱いて会ってれば。なるほど。まあ、敬語にもなるだろうし。僕はあんま尊敬の念感じてないから。一応同学校の先生。いや、もう今までこう走ってくる時に、いや僕の先生でっていうのを言ってた。感じてました、このミラー越しに感じてました。ちゃんと伝えてますね。いや、もういや、もう尊敬の念しかないです。いや、そんなことはないです。本当に那須さんいなかったら僕映像の仕事してないですね。マジっすか。マジ、これはマジで言える。マジっすか。だから僕のなんかストーリーがあるんですけど、はい、よっちゃんさんっているんですよ。はい、はい、よっちゃんさんがきっかけでカメラを買って、はい、はい、で、覚えるために那須さんを見たんですよ。そう、それで、まあ、今またお仕事させていただいております。ああ、でも完璧、僕のおかげで今から食べてる、ね、間違いないですね。これいくらか請求されますね。マージンもらえるのかな。いや、でも、あの動画ともな、キャラ作り失敗したと思ってて、あんな撮ってても、そうすか、ちょっとなんか真面目に見えるらしいんですけど、基本下とか全開なんで、撮影中とかも。そういうもんすね、やっぱね。みんなそうっすよね。けどあれ多分ね、一人で撮ってるからっていうのもあります。あ、僕も本当はもっとやりたいんですよ、なんてやりたいんですけど、一人だとなんか結局かしこまっちゃうというか、確かに確かに、盛り上がりどころを入れる間もなく終わっちゃうんで。確かに確かに、それはあるだろうな。しかも一時期プロンプター使ってて、はいはいはい、読んでたりするから、うん、やっぱあれ書き言葉になっちゃうというか。そうですね、うん、お笑いも入れられない。途中で言い回し少し変え始めたら、もうどこ読んでるか分からなくなった。確かに確かに。あと、もう瞳が動かないですからね。あ、それが結構厳しいと。僕もすぐやめました。あ、そうですか。あ、でも僕最近逆に瞳を動かしつつ、プロンプター、ナスロも全部プロンプターで。すごいっすね。そうそう、そこはプロンプターに寄せました。あ、まあ、慣れもやっぱある。確かに、読んでるの分かっちゃいますよね。なんでも、こう目線を動かしつつ、多分アイキャッチの動きが固まるんですよね。それが苦手で。ああ、確かに確かに。でっかい、だからもう最近はこのカメラの、まあ、これじゃないですか、S3 の下にでっかいモニターつけてるんですよ。ああ、いますね、それ。で、そこにもしなんかカンペやるんだったらカンペ映したりとか、っていう風にして、もうお家でやるセッティングをもう極め、もう撮影部屋みたいなのを1個確保してるってことですか。そこはなんか、まあ、そうですね、仕事部屋をそうしてるんで。でもそこは本当その仕事とか動画撮るだけで。へぇ、極力触りたくない。もう変えたくないみたいな。そう、カチッとやってピッてやって、あともうなんか喋り出すみたいな。あ、分かるな。もうその境地に着きましたね。けど本当は絵的にはやっぱいろいろ撮りたいんですよ。ああ、わかりますわかります。撮りたいですけど、いかんせんね、やり始めるとね、結構手間にもなるし、仕事してる合間にやるんで、どっか出かけるっていうのはなかなかできなかったです。へえ。仕事で言うと、例えばもちろん写真とか映像とかやってて、
なんか どういうことを全体的に、だから昼なんか何が何割みたいな。あ、割合で言うとどうなんですかね、うん、で映像写真が多分3ですね。あ、なるほどなるほど。デザインが4、あとコンサルとか、NPO 法人の理事もやってるんですよ。でそっち方面のまちづくり活動とかが残るって感じ。マルチタレントっすね。うちやりすぎて 何屋さんですかって聞かれても答えられるんです。あ、その感覚が分かる。へ、うん、そうなんだ。え、デザインっていうのはな、例えばウェブデザインとかイラストとかいろいろあるじゃないですか。どういう感じで。あ、そう、チラシとかポスターとか、あと看板とか。なるほどなるほど。そう、そういうのが結構。あとサイト、ホームページも作るんですか。作ります。だある程度コーディングとかするみたいな。まあ、コーディングは基本的にはもうコーダーさんに投げちゃってるんで、僕はデザインを起こしたやつをコーダーさんに投げて。そういうことか。なるほどなるほど。昔は自分でやってたんですけど、ちょっともうキャパがオーバーし始めちゃって、もうデザインだけにするんで、あとやっといて。なるほどなるほど。そういう感じなんだ。そう。だからもう一括してなんかこう起業しますよっていう人はロゴも作るし名刺も作るしチラシも作るしサイトも作るしっていうので一括でうちに頼まれる。で特になんか補助金関係でこう予算がついたりとかするとそのままバンって全部投げてます。クライアントは例えばなんだ、規模でいうと個人事業主とか中小零細とかいろいろあるんですか。そうですね、まあこまあ、中小がメインになりますね。個人さんも見えるけど大きな企業はない。へ、なるほど、なるほど。どうしてもちょっとフットワーク重たくなっちゃう。もうエリアは名古屋とかその周辺。いや、それがバラバラですね。じゃあもう場合によっては出張で結構取りに行ったりとか。まあ撮影とか入ると結構出張多いんですけど。あ、そうか。だって今度もなんかツアーやるとか、ツアーで同行でしたっけ。それ言うの忘れた。あ、でもずっと撮ってんだ。もう普通にダメってた。いや、もうダメってる感じがいいですね。そう、ツアーあるんですよ、音楽の、はい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 、11月の末からなんですけど、ドン、こういうツアーです。これで出るのか。これ出さないですね。違った、なんでもない。そう、ね、あるんで、まあ、音楽の方も一応やってはいたんですけど、うん、今はね、うん、まあ、活動自体がやっぱコロナになってから止まっちゃったんですよ、国内のバンドで。今度来るのはバンドが2回目の来日で、何年ぶりに来るの。あ、これ多分言うとね、もう分かる。分かるもう分かる。ちょっとググってみよう。なんだろう、ググったら出てきた。ちょっと待って、あ、でもいいや、あのプロフェッショナルなんか聞かない。あ、カットするだけなんで全然大丈夫です。聞いてもいいですか。いいっすね。僕でもあんま知らないけど、はい、どういうとこ、どういうバンドさん。あ、か、調べていいですか。昨日ちょうど解禁しました。那須さんと LINE のやり取りしてるときに、はいはい、僕をこう公開してます。こんな感じでちょっと内緒の話をしてます。あ、出てきた。うーん、激ロ、なんかいろんな世界で面白いな。結構好きなことの一つが全然違うジャンルの。それそこがめっちゃわかります。わかります。めっちゃわかります。だ、僕がこっちの YouTube とか映像に飛び込んだのも、もう音楽の方でちょっともう飽きちゃったというか、はいはいはい、やりきったのかなって思って。あ、なるほどなるほど。で一回リセットしたかったんですよ。あ、うわ、マジっすか、すごい。なんか音楽は音楽で、はいはいはい、もう僕のことを知ってくれてる人とか、うん、まあ、レーベルのオーナーなんで、はいはいはい、ミッチーさんミッチーさんっていうその環境を全部なくしたかった。で一からこう生徒になるつもりで映像の方、カメラの方に興味を持って、それまさに一緒っすよ。なんかあの正直僕もう動画校 やめてるんですけど、あの、でも自分の Facebook では言ってたけど、はい、なんかこれ僕の好きな言葉があって、これ撮ってます、うん、撮ってます、撮ってます、撮ってます。ちょっとマイクどこにあります。マイクここ、そこか、じゃあちょっと拾ってますよ。こっち寄せときましょう。なんかすごく共感で、あ、大丈夫です。 OK です、 OK です。すごく共感できて、僕の好きな言葉でなんかドラクエ語録ってあって、うん、なんか人生の教訓をドラクエに例えるのがあるんですけど、あの、何やったかな、こう魔物を倒して街を救ったら、うん、すごいチヤホヤされるだろうって、うん、でもその時こそ街を出る時だっていう。おー、かっこよくないですか。おかっこよくないですか。テロップ多分入る。魔物にそれをすごくなんか僕も意識してて、なんか正直、同学校も
なんかもともとそういうの好きじゃないのもあるんですけど、うん、ちょっとチヤホヤされ出すんですよね、うん、ちょっとまあ おこがましいかもしれないけど、なんか鳥肌立った一緒だと思って今ね、ちょっと似てますね。そうなんですよ。そうするとなんかリセットして、ちょっと次のジャンルというかやりたくなりますよね、うん、なんか成長していく過程が結局面白くて、うん、確かに確かに。だからバイクもまあカメラが飽きたからどうとかっていうわけじゃないんですけど、バイクも知らない世界で、それを見てみんながどう反応するのかとか、そういうところなんか楽しみたいな。へえ、なるほどな。多分結構そこは似てる感じしますね。ど素人っていうのがこれリッキーさんみたいになっちゃうんですけど、ど素人っていうのがなんかすごく僕は好きで、あ、もう、ま、僕も表現は違うけど、僕のよく言う表現は、うん、あのその部屋の中で一番あの頭の悪い人間になりたい、一番物を知らない人間になりたいなってよく言うんですけど、うそういうことですよね。そうですね、うん、だから知らないことを知らないままやってってどうなるのかっていうのも楽しいし、それを見た人が、うん、違う、そうじゃないんだよって言われるのも楽しいんです。なるほどね。そうだ、アンチもウェルカムなんですね。僕アンチ来たらすぐコメント引き落ちもしますけどね。そこあれかも、なんかミッチーさんもリッキーもそうだけど、うん、思うのはやっぱ結構人間が好き、特にリッキーなんか特に、うん、人とか好きそうな感じがして、うん、僕結構人嫌いなところもあって、あ、マジっすか、うん、本当に本当に、うん、人嫌いっていうか、なんか結構方針を最近変えて、うん、なんかなんていうのかな、なんか僕専攻大学とかの専攻は、うん、進化心理学って言って、人間を動物と捉えて、うん、あの分析するみたいな感じなんですけど、うん、そこでなんか結局人間も昔は、あ、すみません、はい、ありがとうございます。あ、ラーメンこちらで、はい、カレーをそのお待ちします。はい、ちょっと待って、この話は後にしましょうか。はい、旅に出たいですね。ぜひぜひ旅はいいっすよ。ねえ、那須、うん、さんのやつを見てると本当行きたくなってきて。マジですか。いや、なんかそれは嬉しいっすね。北海道のとか見てると。北海道よかった。これはバイク積んでフェリーで行って、うん、走り回りたいなと思っちゃった。いや、それはありがたい。なんか、あ、そうだ。それでさっきの話に通じるけど。はい。何やったっけな、あのすごい話戻っていいですか。いいっすよ。あのなんかもう元は何の話だったっけ、あんま YouTube 伸ばさない方がいいみたいな話だった、うん、で僕がその進化心理学専攻で、うん、あのみたいな話からちょっと長くなるんですけど、はいはい、どうぞどうぞ聞きましょう。で、あのなんか昔の人間の脳をもちろん今使ってるわけなんですけど、はい、やっぱその頃って大体社会、うん、あの社会100人前後だったらしいんですね、あのどの共同体も、うん、だから今人間の脳ってやっぱ100人前後の共同体の環境で最適な、例えば顔を何人覚えられるか、はいはいはい、ああ、なるほど、関係性を把握するのもまあ大体100人前後、もちろん個人差あるけど、だからなんか100人前後のなんだろう、人間関係を作るのが少なくとも僕には今合ってるなと思って、なるほどね。それでなんかナスログで今やってるのはもちろん一番はなんだ、旅の思い出を、うん、あのジジイになった僕が見て楽しい。いや、それっすね。それすごい大事っすよ、ね、それ大事っすね。自分のために撮ってるのが一つなんですけど、もう一つサブで多分僕がこれからもしくは今までに作っていくこう100人の人間関係の人のなんかちょっと行ってみたいなとかなったりとか、ちょっとどっかに一歩進むきっかけになったらな、はいはい、ちょうどいいかなって、まんまとそれに共感されてる人間がここにいますけどね。正直うちの嫁の両親も、うん、ナスログ見てから旅めっちゃするようになって、あ、でこの間もあの僕徳島行ったのナスログでやったんですけど、はい、全部取るんですか、これ全部買ったおもろくない話あ、使えるとこかいつまんで入れときますで、そうそう、徳島、僕らが行った後、この間ちょうど行ったみたいで、はい、ですごく楽しかったって言ってて、徳島も行きてえな。そうですね、なんで、まあ9割僕、じいさんになった僕のために作ってて、残りの1割が、うん、まあ僕のなんか人間関係、100人の中の誰かがちょっと、うん、それで旅行きたくなったら嬉しいなって思って、なるほどね、いやー、けど、ね、結局、もう入りました
まんまと入っておりますけども、ただ結局最終的には自然と淘汰されていくっていうのも変ですけど、はいはいはい、そうなる気がしますね。どういうことですか。いや、なんだろう、その友達100人できるかもじゃないですけど、100人できても20人どっか行っちゃいましたけど、枠の中にまた20人入ってきましたっていうのがこうずっと続いていきそうな気がして、あ、それは確かに、うん、変わりあるけども、大体100人前後の、でだんだん濃くなっていく気がするんですよ、関係性が煮詰まる感じですね。そうそうそう、味が出るというか、なんか同学校離れたのの一つの理由も、うん、僕あんま SNS 好きじゃなくて、あのソーシャルの、特に最近特に、うん、あれ簡単に繋がれちゃうじゃないですか、はい、もちろんいいところはあるんですけど、うん、なんか自分の人間関係の目標を100人のいい人たちに囲まれるって定義したときに、うん、ちょっとソーシャルメディアは繋がれやすすぎるなって。確かにちょっと浅いけど繋がりができてしまうっていうところが、ね、もう何千何万と増えちゃうっていうのが、そう確かにな、難しいとこですね。だからまあそんなだ、疲弊してっちゃいますよね。あ、それもあると思うな。